大丈夫さ、ピーサーキと今日も元気よくまるよ、カウントでございます。頑張ってこうね。よし、よし、クマライドね。赤よし、クマライドで、まあ、しっかりと仮面ライダーしていきたいと、150cc ミラーのね、ビーチサーキット。今ね、9月6日、9月6日、水曜日のね、15時30分なんだけど、あれですね、みんな、まあ、学校が始まってると思うんですよ。まあ、9月1日から学校がね、夏休み明けて、まあ、学校ありますって方が多いと思うんだけど、ほんと僕も虚無感に毎日襲われてるんですよ。ほんともう、朝起きて食べてそう、起きて食べて寝るってそう、ほんとそれしかやることがないんで、まあ、ゲームもあるけどそう、まあ、コントローラー握るっていうのもあるけど、ほんとね、まあ、そう、寝るとか、寝る食べるみたいなさ、まあ、一般的なその絶対に必要なさ生活を除いたらもうゲームする以外やることはないんで、本当にね、もうコントローラー握ることしかやることがないんで、本当もうコントローラー握るかあそこ握るかのどっちかなんで、で本当にね、まあ、みんなに笑顔を与えるためだけに生きてる、うん、かっこよくないね、みんなに笑顔を与えるためだけに生きてるって、俺イケメンすぎないマジでね。ちょっと待って、暑いな。エアコン23度にしといて、ごめん、デブだからごめんね、マジで。そう、デブだから、はい、皮膚、そう、皮膚に暖房でさ、脂肪という名の暖房がついてるんだよ、もう皮膚弾、そう、皮膚の暖房、皮膚弾、そう、オフィシャル皮膚弾リズムなんで、本当にね、そう、俺のさ、ヒゲ弾のさ、ライバル、皮膚弾、サンダじゃないよ、それね、スターだよね、オッケー。俺、ワンチャンサンダ弾ける気がする、弾けないか。いやー、まあ、このキラーリングババアをどこで使うかやな。まあ、次のアイテムボックスで2個交換したいけど、まあ、一回これもいいか、マイクは。まずメダル3枚なのが良くなさすぎるんだよね、これマジでね。メダル意識がなさすぎ問題なんだけど、まあ、ここで2枚取るのがうまいと。ここで使っていいから、こうアイテム前で止まって、アイテム前で止まって、止まれ、止まれよねえ、お前はバカかてめえ。まあ、悪くないね、これちゃんとシーツか、その青コーラ避けて、この T ね、バックソー、バックソーうざいマジで。で、そう、ブーメラソー、ブーメラソーちゃんと避けて、ボメソボメソ、サンダー回したい、サソダー回いない、サンダーがどう、マジ振れば強いよ俺。いやでも後ろキラーなんだよな、まだサンダー出てなさそうやな。ねえ、サンダーどっかないのこれ、待って頑張れ、絶対引かしたらまずい、マジ引かしたらまずい。いやまあ弱くない、弱くはないよこれ、決して決死ジョフ悪くない、決死ジョフさは、決死ジョフさは俺前行きます、トゲいってるから俺ワンチャンいちゃう、あるんじゃない、間に合え、ピンキの頑張れ、頑張れー、いけ、やったー、やったー、1位取ってる、絶対に取ってる、取ってる、よっしゃー、奪わない、奪わない、諦めないことの大事さを伝えていきたい、うまっ。第2レースリバーサイドブラック、諦めんな、みんなもそう、最後の一歩、最後の一歩でね、すべて変わりますんで、そう、マジゴール前、もう負けるなと思っても諦めずに走り続けよう、夢をも、そう、夢を追いかけよう、そう、夢を持って夢に向かって走り続けようってね、そう、まあ、夢を一個も持ってないような、そう、このもう夢持ってなさすぎるから、僕みたいな、そう、何にも、そう、社会に何にも影響をもたらしてないようなゴミ人間にね、まあ、こんなこと言われてもね、うん、響かないと思うけど、リバーサイドパーカー、リバーサイドパーカーはね、メダルが集めづらすぎてまして、そう。メダルマジ集めづらいんだよな、リバーサイドパーカーは。ちょ、早く決まって、オッケー、前悪くない、いいよ。ねえ、その緑コーラとかの被弾をマジ少なめにしてきて、なぜかというとメダルが集めにくいから、1回の被弾で、3枚のメダル失うのが痛すぎるんで、痛すぎちょ、ふさわなんで、ちょっと止まるわ。打開します。強いんじゃない？リバーサンダーがどう振るんじゃないね。これ振ると思うんだけど、ここ。ね、振るともう止まって。止まらないか。まあ悪くない。まあ1トゲいってる。まずメダル。メダル。メダル取って。ちょ、まあそれ危ない。ダブル取ってさ、サンダーキラー引いて。いやー悪くないけど、もうすぐサンダー振るよね、俺。ねえ、そのパックス危なすぎる。勝てるよ、みんな行きますよ。サンダーカイドル勝ちます。行きます。ゴミゲーやん、こんなん。うわ、もう待ってよ、使って、悪くない、裏にスターで俺ワンチャンあるよ、ベロブス、ベロブス頼む、サンダー振って、サンダーね、マジサンダーでも俺強いね、サンダーはね、サンダーはサソダーは、サソダーね、サソダーはバーン。次のレース、ベルリンね、ベルリンシュツトラーセは、
まあ、しっかりと神高いをできるゴーさんで神高いしていきましょう。まあ、今日ね、今ね、15時30分、そう、3時半ぐらいなんでさ、この動画ね、そう、今9月6日の、9月6日水曜日の17時に上げる用の動画を、9月6日水曜日の15時30分に撮影するってまずくないね。ほんとに仕事できなさすぎないね。仕事のできなさに俺驚くんだけど、自分の。なんで2日前ぐらいから俺、なんか撮ってないんっていうね。ほんとごめんなさいね。後回しにしちゃう癖があるんで、まぁ、あと1時間半ぐらいね。1時間半ぐらいで撮れながら作って、編集してあげなきゃいけない。サムネも作んなきゃいけないっていうね。もうやばいね、マジで。どうしたらいいんだろう。もう間に合う気しないんだけどな。もう諦めようかな。ははは、ということで。まあ、このリバーサイドパークじゃねえな、そう、リバーサイドパーク、そう。リバーサーはもうゴミ、もうボツレベルだけど、もう使いますって、はい。ベルリンは神高いできるから、キュアリしよう、オッケー。ナイス、キュアリもう、もう今俺割ったのに、お前、よ、はい、引いていく、引き肉していく、まあ、どうしよう。絶対当たったらまずくて、止まるか一回、このメダルうまい。今のメダル3枚か2枚はうますぎて、はい、うまい。これ俺3打引ける気がする。はい、3打引いて。引けないか。今振ってもいいよ、3打。はい、どうぞ。まあ、振らない。そんな甘くない。社会はそんな甘くない。ベロブス。キノさんパクって。いや、パクってくんないか。裏にスター引けば強いんだけど、キノ1くらい。強い！これで3打振ってください。お願いします。3打はね、3、2、1、ドン！ねえ、振ってよ、3打はないのか。まあ、悪くない。いや、もうすぐ3打打ると思うから、いけ、備えてこう。でも、そのキラ危ない。避けて、ちゃんと。危なーい！それ危なーい！ここで3打が！よっしゃ！ほらね！ 3 打がドンって落としたけど、8なんです、皆さん。これが天才3打回避。で、そのちょっと飛ぶのやめて。はい、お疲れ様、朝様さん！お前たちの負け！ちょっと頑張りすぎだね。ちょっと頑張りすぎだね、そらね。うん、ねえ、ベロブスババ悪くないよ。これ勝ちでしょ。着取りもうまい。ちゃんがりの着取り入れていく。うますぎる。うまない。いや、うまいんだよね。はい、1やったー、やったー。1かぎらかい、3段階かぎらかい、やーい、うまっ。次のレースはスノーランド。うまくない俺今日なんかね。うん、なんかうまいわ。若干うまくてちょっと雑談したいのがないから、一回実況するわ。なんか、変にさ、今日ちょっとトークの調子悪くないね。なんか、めちゃくちゃさ、なんか雑談と実況が混ざってるっていうか、どっちしたらいいんだろうかない今日なんか。めっちゃなんかさ、サンダー回避しろとかしか言ってない気がするんだけど、どうしよう。そう。俺サンダー回避しろってしか言ってない場合ってね、トークの内容困ってる時ですね。はい、すいません。そう。実況か雑談どっちがいいんだろうみたいな、そう。やっぱショート動画に切り抜く際ってさ、まあ、そう、ちょっと、深い話になるけど、そう。ちょっとね、YouTube やってない方にしたらわからないと思うけど、ショート動画に切り抜く場合ってね、1分ぐらいなんで、そう。1分までしかね、ショート動画で入らないから、時間が。なんで、2レース目の最後くらいからしかね、使えないから、そう、2レース目の最後から雑談したくないんですよ、そう。うまっ！バカ強チャンネルなんですけど、チートなんですけど、はい、負けない。神ゲーすぎる。もうこのゲーム、神ゲー以外のことが見つからない、それ危ない。いや、ピンクヨッシーがサンダー持ってなかったら、これ、勝ち確。オッケー持ってないね、多分。よっしゃ！これも、諸田マスターなんじゃないか。はい、サンダー打って俺、勝ち確なんで。いや、うまい、このサンダー星、うまいよ。どこで使おっか。ここ使おう。はい、オッケー。3打打って、俺勝ち。これで僕の勝ち格パラダイスなんだよね。これで僕の勝ち格が確定して、うまい。こう裏にワンチャンスター。引けなくても気の再建する。うまい。バカ強チャンネル。新庄強し、新庄鬼強し。強。使って、これ崖越え行きたいから使っといて。もう負けないんだよね、言っとくけど僕はマジで。無敵です、皆様。でも崖越え行けない。崖も行けなかった。崖も行けんかったけど、投げて、さすがにこれは負けないんじゃないか。うまい。いや、マジうますぎる、この男、マジで。頑張らないでいこう、頑張らないでいこう。いや、うま。はい、やかこら、力、やばい。ああ、やめて、無敵だよ、はい、3年。やめて。ピーチガーデン、うん、ピーチガーツデンツで、
まあ、しっかり最後1位を取って締めくくっていきたい。よろしくお願いしますね。まあ、ここのコースはね、まずメダル回収。メダル回収マンからやっといて、そう、ゴミ収集やっといて、最後のショートカットでね、コインじゃない、なんだっけ、キノコか、そう、加速アイテムを最後まで持ってければ勝ちってコースなんで、まあ、しっかりと加速アイテムを引きに行きながら前行ってこうね。まあ、うまいね、いいよ、悪くない。まずメダル集めながら、まずメダル10枚にしていきたい。1レース目にね、頑張ろう。ベロブススターは強くないね。まあまあ、スターベロブスか。まあ、正確に言うと。正確に言うと、スターベロブス。9やりがいいね。そうだね、うまいよね。それはマジうまい動きしてる、マジ。今、天才の動きがもう裏にした。バカ強チャンネル。キラよこせ。ねえ、キラよこしてよ、お前ね。よこせ。お前を引きたい。オッケー、引いていく。うまいよ。で、今、ワンチャンサンダーが、振ってもよかった、これ。マフラー、スターよこせ。スターちょうだい。スターちょうだいよ。もうスターちょうだいよ。もうあいつ意地悪じゃん。性格悪い、お前。スターよこせや、この野郎、おめえ。でも独占欲が強すぎる男、自分の思い通りにいかなかったら切れるっていうのおかしい。強っ、天才じゃない。ワンチャン俺3段階出場見てまだ温存するっていうね。フライ、ほらーほら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 ね、これなんです。皆さん、大天才、天才大予言、ノストラダムスの大予言、ノストラタービー、ノストラダムスってあれだよな、予言者、はい、打って勝ち。これで僕は勝ち確パラダイスなんじゃない。ウーマンラッシャーは長川パラダイスで、勝ち確パラダイスで、負けない。勝ちますかもね、これ。スター使って、これスターだけ使うんで、キノコ温存ってね。うまっ、いや、うまい、これ。マジうまいよ。よっしゃ、うわ、うま、俺。マジ天才以外の言葉が見つかりません。もうサンダーない読みだよ、俺。さすがにないでしょ。で、がっつり飛んで、ガッチョフで一回いけ。一回使いたい。一回使って。いや、受けていいな、受けよ、受けよ。ねえ、イカ、誰が邪魔や、お前。頑張れ、こう落ち着ければ、落ち着ければ勝ち。